どうも皆さんこんにちは、お久しぶりの大ちゃんです。皆さん、早速ですが、一昨日の動画ご覧になられましたか？大ちゃんたちの研究員生活パート1、アメリカからの手紙、です。3月13日から、新たな茶番劇の撮影を始めたいと思います。そこで皆さんに参加してもらいたいと思っていまして、今日の動画から撮影日当日までに募集をすることになりました。募集の役割はこの後説明します。それでは、ぜひ最後までゆっくりしていってね。本編に移る前にぜひチャンネル登録、高評価、通知登録をよろしくお願いします。それではぜひ最後までご視聴ください。それではここから募集内容についてのお話をいたします。まず募集している役割の説明です。これが、新茶番劇役割表となります。まず、主人公は私大ちゃんが務めさせていただきます。そして、駅員の2名を13日までに募集します。決まり次第報告いたしますので、お楽しみに。駅長はもちろん大ちゃんたちの鉄道会社の物語から強制時空で固定です。そして、同僚というのは、新人研究員のことなので、レタス君とあと3名ほど募集いたします。警備隊長は、SWAT の格好をした。スワット君固定で任せたいと思います。そして、警備員3名募集します。研究員と警備員にはそれぞれレベルがあって、そのレベルに達してないと解除されません。メンバーが決まり次第、レベル上げをお願いします。普通の研究員は、新人研修とかに参加しない方の研究員です。この役目には、ショボンさんがなりたいと言ってたので、あと4名ほど募集したいと思います。そして、次が、僕の嬉しい役割です。去年見事2000人を突破した、アスゼルチャンネルメンバーの中から所長になりたいという人を募集したいと思います。皆さんの意見も聞きます。アスゼルメンバーの中で所長が似合う人をコメント欄にお書きください。それと一緒にアスゼルメンバーの方々から所長になりたい人を、決めて、パート3からの所長登場場面でのお楽しみにしたいと思います。まさか、共演できるなんて嬉しいです。楽しみにしています。話がずれちゃいましたね。続いてレーダー役です。こちらは、課金のチームとなってて470ロバス課金することになるため、課金税の人に頼もうかと思ってます。もし、視聴者の皆さんの中で、470ロバスを余裕で課金できる人がいましたら、コメントに書いてくださると嬉しいです。そして、近隣住民、感染した人々の役は、グループの皆さんから、数名選ばせていただきます。そして、アスゼルメンバーからも所長になれなかった方にもやってもらおうと検討中です。最後に、懐かしい声の主は、モンゲイ君がやりたいと言ってますので、固定でモンゲイ君になりました。説明が長くなってしまいましたが、最後に、研究所ワールドのレベルに応じて解除されるチームについてお話しして終わりたいと思います。まず、研究員ですが、レベル5で解除されます。そして、警備員は、レベル10で解除です。感染した人々については、レベル1からチームになれます。役が決まって茶番撮影のメンバーになった人は、僕のプラサバへお越しください。僕たち研究員が、治療してレベル上げを手伝ってあげます。以上です。チャンネル登録、高評価、そして、応募コメントなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。